はい、皆さんこんにちは、イカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズでは今回 G ユニットの2話目をやっていきたいと思います。鉄仮面の男というところで、G ユニット全部で4話ですね。4話のうち2話目、統制2か、いいな。ここら辺はやっぱレベル1だよね。オズの戦略に関わらない単独行動が許された独立戦闘部隊、その実態はオズの後ろ盾であるロームフェラー財団直属の兵士たちで構成された財団代表デルマイユ・カタロニアの私兵とも言われ、組織内部でもその全貌を把握する者は限られている。特にスターダストナイツと呼ばれるオズプライズの青年たちは独自に改良したカスタムモビルスーツを借り、敵対勢力の迎撃をハンティングと称し、自らの逸落にふけるありさまだった。彼らの獲物として刃先を突きつけられた G ユニット、その1号機を操縦するアディンは先の戦闘で兄と2号機を目の前で失った悲しみに今も打ちひしがれていた。アディンよ。兄さん、何をしている？早くモビルスーツから降りるんだ。お前には無理だ。お前に私は超えられない。私のように死ぬぞ。兄さん、俺に PX システムは使えない。俺には無理だ、無理だよ。しかし狩人が獲物側の相性を憂うはずもなく、スターダストナイツは狩猟の再開に向け新たな刃を研ぎ澄ましていた。鉄仮面の男。
EX システムでロッシェ OK 聞か普通に使えるのか。やっぱり PX システムがある
ジェミナス01だね。射程に入んないけど、敵のターンで反撃をして、アディン君、それが君の本気か。情けない。何を、そんなことではガンダムの名が泣くぞ。くそよし、回避した。何気に結構回避すんな。で、全開でターン制限がないから、これでいくつ当たるか。そのようなざまだから騎士として仲間も守れない。アニオも見殺しにする。コロニーも全滅する。そんなことはさせない。 MO5 は俺が守る。4800ゲ強っこいつしょぼくね。じゃあ PX システムでやらせてもらおう。当ててやる。しまった。くそー、このままじゃ。 PX システム発動。てか PX システムってどういうシステム？
え、このリオどうすんの？あ、とりあえずうちらがいるからなんとでもなる。あ、また5体いけるな。ここもトルネードいなくなったかんね。よし、これでなんとかしよう。シルバー全滅前にシルバーを撃破できるか。なるほど。え、どうなの？アディン、シルバさえ撃破すればいいから、まあ最悪トーラス近づけさせなければ問題はないけど、リーを勝手に攻撃しそうだからな。配置しくったかな。ここにせめてフェニックスを置くべきだった。ここで一回下がって援護しながらやりたかったな。ちょっと一回下がろうで、フェニックス向かわせるか。トーラスをから狙って倒していければいいな。じゃあフェニックスゼル一旦ここに置いて、命中率低いなー、やっぱり。まあ、4200キャベ死ぬゲー勝て。ちょっとこっちのフェニックスを一発ぶっ放すかで、ベルデを下に向かわせよう。作戦変更、攻撃して倒して、で行く。上はなんとかなる。こっち左も全然敵の数少ないな。ここもし次で全然敵が出てこなかったら、チェミナス01無理だな。まあ、次の敵の数を見て考えよう。というわけで、また恒例の排除タイムをやりますか。てか俺がやばい。バイエイト。さてでは、ちょっと援護できる体制にして、で自分は反撃しよう。次でこのトーラスは、まあ、2人で倒せば大丈夫っしょ。よし、でどこへ向かうかだよな。こっちも倒してあと リオじゃない、トーラス2体だからこの2人だけだよ。なんてことはない。ちょっとエクシアのヒットポイントが減っちゃってるから、エクシアで倒しつつ、エクシアを一旦戻そう。てかマジか、買ってこのトーラス買ってんだけど、なんだオズプライズ仕様硬いぞ。意外に思ってたより全然硬いわ。でちょっとウィングガンダムを攻撃に入ろう。支援もかけて、こいつちょっと減ってっから、さすがにこれで大丈夫でしょう。いやエクシア戻そう。てかもう倒したんだけど全員、あいつ以外。リオが向かっていってる。君の実力はこの程度か。な、何を？
で8600。攻撃連携の方がダメージは通るのか、さすがに。4600いけ。9100とか強っ。敵の数は少ないな、これ無理だな。チェミナス01、まあ、もしかして全部倒せばいけるかもしれなかったけど、そこまでの余裕はない。というかもうあと上のやつら排除して終わりじゃん。駅舎を一旦下げよう。でちょっと真ん中に来て、あれはもうなんだっけ、リオは気にしなくていいのかな。ちょっとヒットポイントの減りなら、11000、まあ大丈夫っしょ。上に行こう。で出そう自分たちを。出来損ない。あ、これただのジェミナス01なのか。ガンダムジェミナス01って書いてあったような気がするんだけど、あ、そうだよね、だからまだガンダムって名の付く前のただのジェミナス01か。なんか動かなかったんだけど、じゃあちょっと一回連携かけて減らそう。8200、9000、あれこの人目っていくつ、9000いくつだったよな。バチバチいってる。どれだ、操縦技術か、操舵技術いらないな。さあこっちをなんとかしなきゃいけなくて、一発ずつぶん殴っとく分には大丈夫だと思うんだよな。これちょっと連携 59%、 確かに PX システムやるな。7700、5700減る、4100いけるか。向こうの PX システムの方が強いな。うん、覚悟しろアディン・バーネット。兄さん、オデル兄さんなんだろ、やめてくれ。PX システム発生。どうやらことを急ぐ必要がありそうだな。とりあえずギリ倒したな。
ジェミナスってどこまで来る？すげえ止まった。こう上2人も倒せればなんかいけそうだけど、いいや、そこまでして欲しい期待ではないんで。なんだかんだでこの2人倒せそうだな、ジェミナスで。まあ一応やるか。まずは減らす、減らす要因がヒール。オリジナルのオペレーションメテオのガンダム見せてやる。結果でしかない、読まれていた。死ぬのです。94% いけんな。 EX システム発動。もらった。逃がすかよ。この私が貴様などに覚えておきなさい。褒めてくれた。たまるたまる。次のマップもこいついてくれれば多分いけんな。ってことで、エキシャリ減らすか。セブンソード硬そうだなこいつ。エキシャのセブンソードで目標を断ち切る。捕らえた。武力による戦争根絶、ガンダムがそれをなす。もらった。ガンダム、貴様の機体など跡形もなく潰してやる。無駄だ。めちゃくちゃギリギリなんだけど。ピヨピヨソードで。甘く見るなよ。我がオズプライスはデルマ遺構の名のもとに。宇宙用だからか GP01 に似てんな見た目が。名のあるパイロット倒すと結構たまるんだけどな。16,000くらい捕獲ユニットがないと金が全然たまらん。ああ特殊アンテナか。 PX 覚醒なんか達成したんだな。特に見るものもないな今回は。まあ、戦力的にはね、まだまだ全然これで大丈夫なんで、ちょっと、フェニックスゼロあたりが、やっぱりトルネードが微妙だね。やっぱこのトルネード、あと人がね、ちょっと弱いのか、命中率が低いんだよな。こいつ格闘タイプか。ちょっと見よう、ちゃんと。こいつは完全に射撃だから、バイエイトでいいでしょ。
射撃格闘160160、まあまあまあ問題ないな。俺格闘弱えかんな。自分全体的に弱いよね。デリスクロードも多分130130ってことは射撃値が低いんだ。格闘寄りにしなきゃいけなかったんだな。え、格闘寄りじゃなくて射撃寄りって誰？こいつ強え。こいつしよう。140140じゃん。なかなかいいじゃん。いい人材を見つけたわ。レイチェル・ランスマは110か。クリアちゃん90しかねえわ。でこいつは敷地が高いから入れてる。ちょっとクリア一旦外して、大器晩成のやつだとかいらないからな。142148いいんじゃない。反応値も見とかなきゃいけないか。反応値とか防御値もそうだな。こいつ格闘寄りなんだよね。格闘200、射撃10しかないし、こいつ結構強いぞ。165160130130。こいつ強い。こいつしよう。いかついやつに変わったな。よし、オッケー。ヒーローとかって250とか、250はいってないから、250近いからね。トロは射撃250だし。刹那とか格闘値いかれて300超えてる。カトルもプラス60で300超えてるな。やっぱオリジナルキャラクターは鍛えてなんぼっていう感じだよね、多分。レベルを上げてっていう感じだから。こいつはちょっと多分あのみんなの作戦補佐とか、これ2つつけられるんだよ、レベル1とレベル2。重複するのが同じ、全く同じのはつけられないけど、レベルが違ければつけられるからね。それはかなり役立つ。というところで、少しパイロットを見直したので、まだまあ2話とかだったらいけますね。まあまた次回、話を進めていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。